おはようございます。おはようございます。あれ、おえ、ヤマ君、そちらこちら伊達政宗さん。伊達政宗さん、ヒカル君に似てるよね。いや、似てるっていうか、ヒカル君だよね。ヒカル君でしょ。いや、ヒカル君だよ。ヒカル君でしょ。私服の雰囲気変わったよ。うんうん、じゃないよ。なんでここに伊達さんが。だって僕たちそのご挨拶に、あの宮城の扉から。扉おい。そう、ある日から僕たちと宮城県がつながっていたんです。ヤブさん、いい景色でしょ。政宗公が眺めていた景色がこれですか。宮城盛り上げたいですね。じゃあ宮城来た。そしてお弁当も豪華に。はい、山田さん、キラキラ丼。キラキラ丼、めっちゃ美味しそうなんだけど、何これ。あの扉で宮城に行って以来ハマっちゃってさ。うわー、にぎわってるな。南三陸の食材満載、キラキラ丼食べに来てよ。この町の未来もキラキラ輝けますように。じゃあ宮城。うわー、蔵王のふもと川崎町では天然のウォータースライダーが楽しめるキャニオニングが大人気。行きますよ、高木さん。え、行くの。キャニオニング。次、釣り行ってくるわ。行ってらっしゃい。じゃあ、宮城。あ、いいね。井上さん、ほーい。うわー、すっごい猫の数。ここは石巻、猫の島ですよ。石巻市の田代島は猫島と呼ばれ、猫神社や猫コテージなど猫だらけの島にゃんです。かわいいにゃん。宮城をよろしくにゃん。え、抜きだ。じゃあ宮城。ダンボールの部屋って案外いいよね。震災の時はこの段ボールが大活躍したんだって。中島さん、こんなこともできますよ。え、ランボルギーニ。段ボール製のランボルギーニです。かっこいい。女川駅を中心に温泉や公共施設、市場などを集めてにぎわい拠点が生まれました。ここも一歩を踏み出したんですね。じゃあ宮城。松島や、ああ松島や、松島や。Oh, it's a haiku. What does that mean? It means that the view was so wonderful that he couldn't stop saying, 松島や。松島で英語が冴える岡本ケイト、字余り。前に進む気持ちが大切なんですね。じゃあ、宮城。ってことは気仙沼だね。気仙沼は日本一のサメの町。シャークミュージアムは町のシンボル。サメを紹介したり震災の記憶を伝えています。サメは食べても美味しいですよ。え、食べられる。フカヒレ丼召し上がれ。困難を乗り越え、海と共に生きていくんですね。じゃあ宮城。有岡さん、こけしが喋った。こけしじゃなくてこけっしーだよ。名前あるんだ。宮城県はこけしの名産地なんだよ。中でも鳴子温泉。こけし通り、こけしポスト、駅長、こけ所に大人気。へえ、ちょっと欲しいかも。じゃあ行きます。僕たちが見つけた宮城を君にも。宮城満足。イエーイ。さあ行こう、夏の宮城へ。Hey, say, yeah,